し、この動画はワードをどこに置けばいいのかわからない初心者向けに、とりあえずわからなければここに置いておけばいいよという基本的なワード箇所の説明動画です。ワードの基礎解説でも言ったように、まずは置く癖をつければいいので、とりあえず真似しておいてみてください。今回から各レーンでの少し細かいワードの説明をします。トップレーンは基本的に自分で置くのがほとんどです。ジャングラーによっては置いてくれますが、可能な限り自分で置いていきたいです。ジャングラーが別の場所にワードを置けるため、カワイのワードの置き方は少し難しいです。これは状況によって効果が変化するためです。それではいくつか紹介していきます。一つ目はこちら、川の草に置くことによって敵のジャングラーが来ていることを一応察知できます。ただここは無難ですが、あまり有効ではありません。ミニマップをしっかり見ていられるか、サポートやジャングラーが優秀な人で、ミニマップに敵が見えた瞬間にピングを打ってくれる人がいればいいのですが、なかなかそうもいきません。少しでも早く敵を察知するためには、草の外に刺す方法があります。この画像のように草の外に置いてみてください。レーンが押されている場合は70点程度の働きをするため、押される相手、遠距離攻撃のチャンプが対面の時や、レーンが強いレネクトン、ダリウス、パンテなどの時は自陣のジャングルからでもいいので置いていきましょう。なぜ70点程度としたかというと、こちらのジャングルへ敵が侵入した際には察知しにくいので、その点が少しマイナスです。二つ目はこちら、敵の草に置くワードです。敵がここから来た場合はかなり強いですが、川からのよりに弱いです。味方がトップとミッドの間にワードを置いてくれた際は70点からほぼ満点に近い点数が取れるので、ジャングラーの人はトップとミッドを助けるためにこの辺りに置いてあげてください。三つ目はこちら、ジャングラーは川や森の他にレーンの後ろから直接来る場合もあります。上の草に置くとレーンから来るジャングラーの察知や敵がリコールしたかがわかります。レーンが押されて川に置きに行けない時はワードを持ったまま腐らせないためにも置いておきましょう。これは守りのワードです。四つ目はこちら、前回の動画でも取り上げていますが、相手のジャングル奥に刺すワードです。この画像のような状況ですと、相手のジャングラーは、ここから攻めない、限り必ずどこかに、引っかかります。非常に強力なので、刺せる状況では積極的に、狙いましょう。刺せる状況は、対面をキルした場合にジャングラーが、ボットで見えて安全な時、対面がリコールしたのが見えて、同じくジャングラーの位置が分かった時、など対面がテレポートや他の、レーンへ行った時などに俺もしないタワーを攻撃するならば、こういったワードを刺せば挽回するチャンスを掴みやすくなるので、チャンスがないか狙っていきましょう。最後にこちら、小ネタですが紹介します。バロンピットないから草にワードを刺せます。まず箱の画像の壁にある丸いオブジェクトをクリックして壁際まで移動します。ここから画像にある数字の場所へマウスを合わせてワードを刺せば成功します。目印はこの石の先っぽくらいですかね。これはバロンファイトで非常に使えますので覚えるといいと思います。今回は最後に小ネタを紹介しました。次回はボットレーンに行きます。